爆竹ファンには美人が多い。どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。この梅雨の時期ね、気分もムラがあったりと、こう憂鬱な気分になったりと、すっきりしない時期ですよね。それに加えて最近のコロナの感染者数もまた気になったりして、早くこの状況を抜け出したいなというふうに思ったりするわけなんでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで今回はですね、爆竹ファンには美人が多いというテーマでお送りしたいと思います。え、美人、私のことになって思った方はですね、はい、その通りです。あなたです。爆竹に恋をしてるあなた、あなたはね、美人なんでございます。美人、ライブ会場とかでね、見かける方々も本当に綺麗な方々ばかりだなと毎回思うんですけれども、まあ、年齢層もね、幅広いですよね。下はもう10代ぐらいから、上は何歳代ぐらいまでいらっしゃるんだろう。多分ね、60歳代ぐらいまでいらっしゃると仮定して、まあ、ほぼ全世代ですけれども、本当に皆様綺麗なお美しい方々だなという印象ですね。なんかそういうね、美人オーラみたいなのが伝わってきますね。なんかこう生き生きしてるというか、そんな感じのオーラが伝わってきます。 SNS なんかでもですね、爆竹が大好きという女性の方なんかが、爆竹のライブ後会社に行ったらなんか肌ツヤ良くないかと言われたとかね、あとは桜井さんのことをずっと考えてたお母さんに最近美人になったねと言われたとか、なんか目にしたりしますんでね。そうなんですよ、これってね、やっぱり爆竹に恋をしている状態なんですよね。この恋をしている状態っていうのがあなたを美人にさせているわけなんでございます。人というのはですね、恋をすると脳内で様々な物質が分泌されて化学反応を起こしていると言われております。恋をすることで脳内でアドレナリンが分泌されて幸福感をもたらしたり、でエンドルフィン、脳内麻薬と言われたりしますけども、エンドルフィンが分泌されて免疫力が高まったり、不安を感じた時に出るホルモン、コルチゾールの発生を抑えるオキシトシンというのが分泌されて、ストレス耐性が増強されたりと、とにかくですね、恋をしている人は健康体になるわけなんですよね。なのでこのジメッとした梅雨の時期、憂鬱になりがちな梅雨の時期なんですけども、恋愛や気分を上げてくれたり、コロナ感染者が増えてきて不安ではありますけれども、恋をすることで免疫力が高まったりするので、恋をするということは体にとても良いことなんですよということでございます。やっぱりね、こう爆竹のメンバーさんね、5人と5人が5人ともそれぞれね、それぞれから出るこう独自のフェロモンというか色気みたいなね、ものにやられたこう女性たちはですね、やっぱり脳内で先ほども言ったような化学反応が起こってですね、いろんな物質が分泌されてるわけですよ。爆竹を見ると、爆竹に恋をしている方々は、なので爆竹に恋をしている方は健康体になって美人に見えるんだと思います。多分桜井さんの上腕二頭筋ね、セクシーな上腕二頭筋とかね、あと股間をまさぐる仕草とかですね、あと最近は言わないですけれども、かつての名言、セックスしようぜようぜ、完全にこれはもう疑似恋愛というか、もう恋愛してると言っていいと思います。なのでまとめますと、爆竹ファンは爆竹の色気フェロモンにやられて恋をしている状態と、恋愛をしている状態にある。恋愛をしている状態というのは脳内で様々な物質が分泌されている状態で、そのおかげで体は健康になると。健康体な女性というのは年代に関わらず美しく見えると、ということは爆竹ファンイコール美人であると言えるわけでございます。なのでこのウィズコロナ時代、免疫力を高めるためにも心の栄養ということでですね、爆竹をたくさん聞きましょうということで、言われなくても聞いてるわという感じだと思いますけれども、爆竹を聞くと美人になると、そういう作用があるんだということをですね、また改めてこう認識してですね、爆竹を恋愛の対象としてこう聞いてみるのも、ウィズコロナ時代そういう聞き方もいいんではないかなと思います。ということで本日は爆竹ファンには美人が多いというテーマでお送りさせていただきました。この動画が良かったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。